皆さんこんにちは。5月13日木曜日の豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしております。また再放送はご覧の時間帯に放送しています。それではまずは豊島区からのお知らせです。政府より緊急事態宣言が東京都に発令されました。不要不急の外出はお控えください。路上や公園などでの飲酒はお控えください。マスク着用、こまめな手洗いなど感染予防行動を続けましょう。豊島区の対応につきましてはホームページをご確認ください。新型コロナウイルスワクチン接種が順次始まります。65歳以上の区民の方を対象に予約を受け付けしております。豊島区では接種前の事前相談から接種後の副反応など何があってもいつでも気軽に相談できるご近所のかかりつけ医での接種を推奨しています。個別接種は直接医療機関に予約してください。接種は5月19日水曜日から始まります。また5月24日月曜日からは豊島センタースクエアでの集団接種、6月3日木曜日からは区民広場での巡回接種が始まります。予約方法、接種可能な医療機関等につきましては接種クーポン券に同封する書類をご覧ください。以上お知らせでした。それでは番組スタートです。池山パークで去年12月に始まったファーマーズマーケット、週末には新鮮な野菜や豊島区の名品などが並ぶマルシェ、スタートからたくさんのお客さんでにぎわいました。今日はその出店者の方にファーマーズマーケットへの思いについて聞く1回目となります。それではまずは豊島区からのゲストをご紹介いたします。豊島区政策経営部の足立恵美子さんに来ていただいています。足立さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では早速なんですが、このファーマーズマーケットについて改めて教えてください。はい、区内最大の公園池山パークが昨年7月東池袋にオープンいたしました。この公園で自治体 SDGs モデル事業第1弾として昨年12月から始まったのが池山パークファーマーズマーケットです。ファーマーズマーケットというのは農家さんなど の生産者の方がご自分で作った新鮮安全なお野菜をこう直接販売していただく場のことを言います。豊島区では週末ごとの新しい出会いをテーマに、新鮮なお野菜や全国の交流都市から集まった自慢の商品、また区内名店の商品などを取り揃えまして、現在は緊急事態宣言中のためお休みとなってしまっているんですが、毎週末の開催を予定しております。はい、たくさんお野菜並んでますけれども、この企画の目的ってどんなことなんですか？はい、このファーマーズマーケットでは3つの場となることを目指しております。1つは生産者と消費者、人と街がつながる場ですね。2つ目は毎週末の楽しみとなる新たなライフスタイルを彩る場、3つ目は次世代に向けチャレンジできる場として考えております。はい、チャレンジする場ってどういったことですか？はい、こちらのブースの中には企業支援の方向けのブースもご用意しております。なるほど。他にどんな取り組みをされてるんですか？はい、また今コロナ対策大切ですので、非接触で支払いが可能なキャッシュレス決済の導入、またSDGs ですので食品ロス対策、またマイバッグ持参の推奨など積極的に取り組む場ともなっております。コロナ対策もしっかりされて環境にも優しいということですね。はい、はい、池山パークってとても広いと思うんですけれども、何店舗ぐらい出店されるんですか？はい、昨年12月は1日あたり約40ブースのお店が出店してくださいました。うん、で出店内容は豊島区と交流のある都市からご当地一押しの商品、そして豊島区内の地域で愛されているお店からはパンやお菓子をはじめたくさんの商品が並びました。はい、そして埼玉県さんのご協力のもと、農家さんの新鮮な旬のお野菜がたくさん並びました。
ね、すごく、ね、お客さんで にぎわってますけど、ね、お客さんの反応ってどうでした、はい、お買い物をされた方々にもお話伺ったんですけれども、うん、普段見かけないお野菜などもあって、はい、その美味しい食べ方を生産者の方から直接教えていただけたという嬉しいそうにこうお話しいただけたのが私としてもとても嬉しかったです、はい、なんかやっぱりその買い物をされる方と生産者さんとのつながりをが生まれる場を目指しておりますので、はい、そういった感想を伺うことができて嬉しかったですね。はい、ありがとうございます、はい、この番組はですね、人と街がつながるということもテーマとなっています。今日はね、この出店者の方にもこのファーマーズマーケットについてお話を伺いたいと思います。それではもう一方のゲストのご紹介をいたします。埼玉県深谷市のババファミリー農園のババミエさんです。ババさん聞こえますか？はい、聞こえます。はい、ババさん今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ババさんは去年12月に出店されたんですか？はい、12月12日のオープンデーと翌週20日の2回出店させていただきました、はい。うん、どんなものを扱ってきたんですか？時期が冬でしたので、まあ、深谷ネギはもちろんですけど、その他ブロッコリー、キャベツ、ほうれん草といった露地野菜を中心に販売いたしました、全部で10種類以上持っていったかなと思います。10種類もたくさんですね。この出店の経緯ってどんなことだったんですか？はい、ファーマーズマーケットのお知らせっていうのは深谷市の方からいただいたんですけど、最初はちょっと距離が遠いのでどうしようかなっていう迷いもありました。ですけど深谷市の方でトラックを出してくれて、野菜を運んでくれるというバックアップがありましたので、思い切って参加することにしました。うん、ね、たくさんのお野菜ですと運ぶの大変そうですけども、そのバックアップはとてもありがたいですよね。そうですね、うん、では馬場さんの経営する馬場ファミリー農園とはどういった農園なのか教えてください。はい、耕作面積が田んぼを入れて、まあ、約10ヘクタールくらいあります。東京ドームで約2個分ぐらいはあるかなと思います。深谷市はですね、はい、夏の気温が高いので主に露地栽培は冬をメインとしています。はい、夏の野菜はトウモロコシ、ナス、トマト、キュウリなどが盛んです。うん、秋冬の野菜はネギを中心にブロッコリー、キャベツ、ほうれん草などが栽培されます。はい、あ、こちらネギ、ブロッコリーのお写真ですね。はい、うん、あ、東京ドーム2個分ってすごく広いですよね。そうですね、でも畑自体は1枚1枚が小さいので、はい、そんなにやってる方としては広いとは思わないんですけれども。うん、昔からこちらの土地の方で経営されてるんですか？そうですね、ネギを作り出したのは父の代からなので、うん、40年ぐらいですけれども、その前から祖父の代もやはりこの土地で農業はしていました。うん、ご家族で経営されてるってことですか？そうですね、主に家族で経営してますけど、今ちょっと面積が広くなったので従業員の方を、4人ほど雇用しております。うん、いやでもこの広い面積でね、これだけのすごいですね、こんなたくさんの種類の野菜を。いや、深谷といえば、まあ、ネギ、今ね、お父様ですかね、ネギお持ちですよね。はい、そうですね、はい、深谷ネギが思いつくんですけれども、馬場さんの農園でも深谷ネギが主力なんですか？はい、我が家でもネギを最も力を入れてまして、耕作面積も一番多いです。でも機械化が進んでますので、作業自体は割とスムーズに進んでいます。深谷ネギはですね、お歳暮シーズンにちょうど収穫のピークを迎えますので、はい、12月はとても忙しくしています。うーん、今はではネギの時期ではないんですかね？そうですね、今ちょうどシーズンオフで、また7月ぐらいから夏ネギが出荷が始まります。
もやっぱりネギが美味しいのは寒い時期なので、うん、冬のネギを食べていただきたいと思います。こちらお歳暮用野菜セットっていうお写真出てますけれども、はい、お歳暮にですね、深谷の野菜を送りたいっていう結構声がありまして、うん、前はネギだけ5キロとか10キロっていうのを作ってたんですけど、うん、核化化が進んでそんなにいっぺんに食べられないっていう声もいただきまして、ちょうど冬他の野菜もありますのでいろいろ詰め合わせて野菜セットとして販売しています、はい、これネギ入ってるんですか？ネギ一番下に入ってるんでちょっと上にね置いてあったんで見えないんですけど、下の段に入ってます。はい、ね、いろいろな野菜を手掛けているということなんですが、今この時期のお野菜ってどんな野菜なんですか？そうですね、今は、まあ、ハウス栽培のキュウリとトマトが盛んに出荷されてますけど、6月に入ってくれば露地のトウモロコシなんかも出てきます。これ今現在のお写真ですかね？そうですね、これ我が家のトマトとキュウリになります。まだ我が家のは出荷にならないんですけどね、6月ぐらいから出荷できるように今育ててます。うん、トマトね少し青い実がなってますよね。そうですね、これがあと1週間ぐらいで色が入ってくるのかなって思います。うん、そしてその後に、あ、これトウモロコシ、これからですよね、はい、これが。そうですね、トウモロコシ6月の初めから7月半ばぐらいまで深谷のトウモロコシ食べられると思います。うーん、そして、あ、これもトウモロコシのお写真ですね。そうですね、これは去年収穫したものですね、はい、そして枝豆とナスもこれからということなんですね。はい、枝豆これから畑に植え付けをして、うん、今植えるともう7月に食べられるかなっていう感じですね。うん、夏野菜って感じですよね。そうですね、あ、これも美味しそう、いいですね。枝豆とビールを一緒に食べたらすごく美味しそうです、ね、今年はみんなでっていうのがちょっと難しいですけどね、はい、ご家庭でそれぞれに夏の野菜楽しんでいただけたらと思います。うん、なんかネギね、すごく先ほどから美味しそうだなって思ったんですけど、ネギのおすすめの食べ方ってありますか？そうですね、まあ、味が分かりやすいのはあんまりいろいろ味付けしないで、ただ焼いただけで塩とか振って食べていただくのが一番おすすめです。うん、そのまま食べるってことですかね？焼いた方が甘みが増すので加熱して食べてください。はい、切り刻んでも大丈夫ですか？あんまり切らない方が、中の水分が抜けちゃうとパサパサするので、はい、なるべく長く切ってゆっくり焼いて食べてもらうのがおすすめです。うん、そのまま食べるっていうのがいいんですね。そうですね。はい、ではせっかくなので、その保存方法を、どうやったら長く持つかとか保存方法も伺ってもいいですか？はい、まあ、スーパーで買ったものだと皮が剥いてあって葉っぱも切ってあると思うんですけど、冷蔵庫にも入りにくい大きさなので、なるべくそのまま新聞紙などの通気性のいいもので周りをくるんで立てかけてもらえば割と長持ちします。うん、横ではなく縦にして保存するんですね。そうですね、なんか野菜は畑にある状態で保存するのが一番長持ちするって言われてますので、ネギは縦に生えてますので縦に置いてください。なるほど。ではこれから6月に入ってくるとトウモロコシっておっしゃってたんですけど、トウモロコシのおすすめの食べ方ってありますか？そうですね、トウモロコシもやっぱりそのままただふかしたものを食べてもらうのが一番味がわかるのでいいかなと思います。うん、トウモロコシってどうやって入ってきますっけ？保存って。でもトウモロコシって実はものすごく足が速いっていうか、はい、早く加熱して糖度を閉じ込めてもらいたいので、なるべくもう買ってきたらすぐ調理してもらって、はい、その後冷蔵庫とかに入れて保存してもらえば甘みが逃げないで
長く楽しめると思います。なるほど、買ってきてすぐ調理してということですね。はい、そうですね、ありがとうございます。はい、それでは馬場さんに野菜作りについての思いを伺いたいんですが、どんな思いで野菜を作られてますか？そうですね、あの自分でももちろん食べますけど、最近はあの近所の子どもたちなんかにも食べてもらったりしてますので、やっぱり安心安全っていうところを一番に心がけてですね、 うちの農場でも減農薬には取り組んでいます。はい、ファーマーズマーケットに今まで出店されてどうでした？そうですね、あの普段農協出荷がメインなので、あの買ってくださる方の顔っていうのがやっぱり見えない状況ではあったんですけど、ファーマーズマーケットだと対面ですので、あのその買っていただくときにこれはどうやって食べるのなんて会話があったり、いろいろ楽しい思いをちょっと味わいました。で、直接会えるとね、やりがいにもなりますよね。そうですね、はい、なんか連続されて買いに来られるお客さんとかいました？あ、そうですね、12月2回ほど出店しましたけど、うん、2週目にあの前の週にネギ買って美味しかったからって言って、はい、もう一回来ましたっていう方がいらっしゃいました。あ、嬉しいですよね、そういったのって。そうですね、このファーマーズマーケットで出店して変わった点ってありますか？そうですね、あのやっぱり農協出荷だとある程度量がまとまらないと出荷できないとかっていうことがあったので、家庭菜園みたいなことはあまりしてなかったんですけど、あのファーマーズマーケットでいろんな種類をやっぱり置いた方がお客様足止めていただけるっていうことなので、はい、まあ、細々とですけどいろんな種類をたくさん作ってみようかなっていうふうには思っています。ね、素敵なつながりもできてとても、ね、ファーマーズマーケットいいですね。そうですね、楽しみの一つです。はい、ありがとうございます。はい、ね、足立さん、こうやってねファーマーズマーケットいい感じのつながりが生まれつつありますよね。そうですね、やっぱ顔が見えるっていうのはいいです ね、 ね、直接ねこういった対面できるとすごくね仲良くもなれますもんね。そうですね、ではファーマーズマーケット、今緊急事態宣言が出てるかと思いますが、はい、今後の予定ってどうなってますか？はい、あのおっしゃる通り現在あの緊急事態宣言中のため休止をしているという状況なんですけれども、はい、あの今後具体的な再開時期が決まりましたら、うん、豊島区公式ホームページや、はい、池山パークファーマーズマーケットのホームページでお知らせをさせていただきたいと思っております。はい、で再開後はですね毎週土日の開催を予定しております。はい、ですが、まあ、やはりお越しいただく前に、うん、ぜひあのホームページ等であの開催時間ですとか、うん、アクセス等もご確認いただければと思います。はいはい、詳しくはこちらのですね池山パークファーマーズマーケットの方を検索してください。はい、それでは最後になりますが馬場さん、はい、はい、最後に視聴者の方へのメッセージをお願いしてもよろしいですか？はい、皆さんコロナで大変だとは思いますけれども、あの心と体を元気にするために国産の野菜をたくさん食べてください。はい、ありがとうございます。それでは足立さんからもメッセージをお願いいたします。はい、再開しましたら毎週新鮮で安全、うん、安心なお野菜をはじめ魅力ある品々を揃えてお待ちしておりますので、うん、はい、ぜひ足をお運びいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、池山パークファーマーズマーケットのホームページで詳しくお知らせいただいているんですよね。はい、はい、そして、こちら、アクセス出ますでしょうか？はい、こちらアクセスこちらになります。東京メトロ有楽町線の東池袋の6番出口から徒歩5分になります。池バスでもルートがあるんですね。そうですね、はい、はい、便利なのでおすすめです。はい、そして都電荒川線の東池袋4丁目列車から徒歩5分ですね。はい、緊急事態宣言がね早く明けるといいですけれどもね。そうですね、はい、はい、はい、それでは
お二人とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは豊島区政策経営部足立恵美子さん、そしてババファミリー農園のババミエさんにお越しいただきました。お二人ともありがとうございます。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。明日の豊島情報スクエアもどうぞお楽しみに。さようなら。